ごく雪に赤い屋根が映えます。コルチナスキー場です。ホテルの前がすぐゲレンデで、すごく行きやすく、昼とかホテルの部屋でご飯を食べたり行きました。このホテルの前のリフトから初心者に最適な広いゲレンデを堪能できます。こんにちは、レーデンファミリーです。今日紹介するのはスキーのパッキングの方法とそれの便利な取り方を紹介したいと思います。では早速始めたいと思います。まずスキーのパッキングで便利なのは、私が使っているのはこのオールインワンのスキーや、ブーツ、あとはウェアを全部入れられるこのオールインワンのパッキングになります。こちらが本当に便利で、ここにまとめて入れることによって一気にスキー場まで荷物を送ることができて、しかも安く送ることができます。本当に便利です。今まではスキーはスキーでこういう肩に担げるあのスキー入れで、ブーツを四角い小さいこう正方形ぐらいの、ブーツを入れて、そこに、スキーウェアのズボンとか、ゴーグルとか入れて2つ分けて、送ったり持って行ったりしてたんですけど、それがもう本当にすごい大変で、スキーに行くハードルも上がるかなっていうのがありました。で、数年前からこのオールインワンのものを使うと本当にスキーに行くハードルが下がってですね、もう全部この中に詰め込んでしまえば、もう一気に遅れて、で行くときはもう身軽に何も持たずに行けるっていう、スキーに行くためのハードルも下がる、道具だけじゃなくてモチベーションも上げてくれる、すごい便利なものだなと思って。荷物の送り方ですけど、このオールインワンの中にスキーとウェアのズボン、あとはゴーグルとか帽子とか手袋とかアクセサリーで、あとは家族の、ウェアとか、あと小物類、こう雪で遊ぶボールで遊ぶようなものとかも全部入れて、で一気に送ります。で、私が使ってるのはヤマト運輸さんのスキーパックで送っています。これもすごい便利で、プレーする日がの大体2日前に、送れば、その前日にはスキー場宛に送って、スキー場にはもうすでについていて、プレーする朝にはもうスキー場からこれ持ち出して、ですぐ使えるっていう、すごい便利なものだと思います。で、ヤマト運輸のスキーパックはすごい割引を私は利用していて、ウェブ割ですとか、ヤマト運輸の場所に持ち込むと割引になる持ち込み割を使っていて、さらにスキーパックというパック料金になっていて、さらにこの黒猫のチャージできるカード、会員にも入っていて、それをチャージするとさらに割引、4つも割引できるというところで、だいたいこれを1個送るのに都内から長野までだいたい3200円くらいで今回送ることができました。あ、往復です。しかもなのですごいお得に道具を送ることができて、往復で3200円でもう身軽さを変えて、さらに行くためのハードルもすごい下げれて、モチベーションがすごい上がる、もうすごい本当にこれに助けられているっていうアイテムになります。では早速パッキングしてみましょう。じゃあパッキングしてみます。チャックを開けて、よいしょ、はい、中はこんな感じでガバッと開くような感じになっていて、スキーを止めるバンドが2つついています。で、
こに、じゃあ実際に見ましょう。長いスキーの板、よいしょ、2つをこういった形で入れて、バンドを止めて、2箇所に止めます。でオプションでこのビンディングをこう上げるようなオプションもバンドもついていて、まあ、それを使ってやるときもあります。今回はなしで、で、ポールもこんな感じで、入れます。でもうこの辺のスペースがすごい空いているので、ここに例えばウェアを入れたりですね、そういうこともできます。具体的にはよいしょ、実際こういったウェアを畳んでここに入れて、でどんどん入れていくっていう形です。よいしょ、こんな感じで、パンパンになってもこのまんま鍵も閉めるんですね。あ、鍵じゃない、チャックを閉めれて、よいしょよいしょ、よし、こんな感じでパッキング終了になります。さらにこれのいいところは、よいしょ、こういう部屋が3つもついていて大きいやつ、ここに今はもう入れてますけど、それ以外に、小物ですとかを入れられます。でブーツもこの中の1個に入れることができます。もうパンパンになるまで入れてます。で真ん中の部屋と今グローブとかゴーグルとかデコーモン入れてます。で最後にこの部屋にもブーツを入れることができます。今回はオールインワンのパッキングの仕方、荷物の送り方、それによってモチベーションも上がって月に行くハードルも下がるといった、そういった話をさせてもらいました。少しでも何かの参考になれば幸いです。できたらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でいきましょう。バイバイ。いい天気でスキー日和です。じゃあ滑っていきます。その硬さ、その硬さ作れるもある。頑張れ頑張れば。できた。もうあんま固まらへんねんこれ。大丈夫。お父さんは絞った。あ、どこ行って。うん、クラファイ日陰です。あ、ないよ。もうサラサラすぎてボールにできない。よし行こう。硬い。また埋まるぞそこ。足埋まんぞ。埋まっちゃうぞ。埋まるぞ。自分で作りたい。難しいよ。できた？あ、いいんじゃない？よし、OK。おー、いいね。動画です。どう？ていうか、ゆきだるまと一緒のコラボ。おー、いいね。自分で作ったやつ。名前なんていうの？ゆき。ゆき？そのままじゃ。よかったね。作れた。はい。ゆきだるま。ちっちゃい。かわいらしいゆきだるま。